株式会社 JOL ミルズ生産戦略部の斉藤と申します。本日はこのような貴重な機会をいただきましてありがとうございます。それでは資料を共有させていただきます。はい、本日は弊社で取り組んでおります安全活動についてこちらの4点でご紹介いたします。まず最初に簡単に当社の紹介をさせていただきます。当社は食用油のメーカー3社、豊年コーポレーション、味の素製油、吉原製油が2004年に合併して誕生いたしました。国内には千葉から九州まで海沿いに7つの生産拠点がありまして、主にキャノーラ、オリーブオイルなど、食用の油、またマーガリンなどの製造を行っております。当社の企業理念を油滴、油の雫で表しております。食で未来に喜びを、私たちが目指すべきビジョンと定めました。美味しさ、人々の健康、そして社会や環境の負荷抑制に貢献し、未来の喜びを増やしたいという思いを込めております。その中でも、労働安全衛生は事業活動の最重要基盤であり、安全は全てに優先するという考え方を基本としております。次に安全活動についてご紹介いたします。当社は独自のマネジメントシステムを導入しており、労災原因となりうるリスクの低減を法令遵守と自主的な取り組みで推進してまいりました。地道にではありますが、各工場で PDCA を回し、自工場の自主監査と他工場と本社部門による本監査をで、確認をし、運用を確実にしております。例年の取り組みに加えまして、昨年度はより実践的な、シナリオなき防災訓練や、近年の労災傾向から、転倒防止、ヒューマンエラーなどのテーマ別の教育なども新たな取り組みとして行ってまいりました。しかし、残念ながら労災ゼロの継続はできておりません。労災ゼロ、継続に向けましては、従来の PDCA の取り組みの、さらなる進化、スパイラルアップが必要と考えました。これまでの施策はトップダウンによるものであったことから、従業員の安全に対する意識は管理者層と同じ方向を向いているのか、それを調べるべく、安全意識調査を実施いたしました。こちらを事例1として、この後ご紹介いたします。また、トップダウンの活動にボトムアップの活動を融合した事例として、無駄なルールを廃止、スマートプロジェクトという、事例も、もう一つ、2番目としてご紹介をさせていただきます。まず事例1ですが、トップからの発信、安全最優先が、従業員に浸透しているか、そしてヒヤリハットなどをインプットとしたリスク管理で安全 PDCA が根付いているか、各人の意識を調査し、組織の課題を抽出いたしました。このように、全工場の従業員に無記名のウェブアンケートを実施いたしました。パソコンや、スマホなどからも、回答いただけるように設計をしています。こちらが、アンケート結果の抜粋になります。多くの方が安全意識が高いと、回答したものの、安全が最優先ではない。危険箇所が放置されているとの回答もそれぞれ2割、1割ほど、見られました。こちらの結果を受けて、危険が放置されているとアンケートで指摘された全箇所について、各工場がきちっと認識し、そしてリスク評価表などで、管理しているのかということを全件すべて、調査をいたし、各工場で調査いただきました。その結果ですが、危険放置と、指摘された箇所はすべて各工場でリスク評価され、管理されていたことが、分かりました。にもかかわらず、なぜ、危険箇所が放置されていると捉えられていたのか、この原因を各工場で、議論していただいたところ、主に2つの要因、1つ目は指摘されたリスクに対する対応状況が、十分伝達、周知されていなかった。そして二つ目として、人により危険物の対応への正しい理解が不十分であるということも分かりました。
これらを受け、各工場では、従業員に、本アンケートの結果を共有することに加えて、安全最優先の再確認と、安全活動の見える化などを進めております。本調査を行うことでコミュニケーション不足を認識し、伝え方の工夫や仕組み化の改善につながりました。加えて、調査後、声を上げやすくなった、あるいは上長にこういうことを聞きやすくなったとの意見もあり、組織文化を変える小さなきっかけにもなったのではないかというふうに考えています。調査は今後も定期的に行うことでモニタリング指標にしていきたいというふうに考えています。次に2つ目の事例、無駄ルール廃止スマートプロジェクトです。トラブルが発生しますと、手順やルールは増えますが、見直されることは稀で、増える一方で、守るべきルールに意識が通わず、守れないルールが存在する可能性も指摘されました。ルールを見直すことで、従業員の負担感も減らし、本来守るべきルールにする、合わせて働き方を変える原動力として風土改革へつなげたいという目的、背景がございました。方法ですが、まず、決め事、慣習なども含めて、矛盾があったり、形骸化しているルール、守らなくてもリスクが変わらないルールをチームに洗い出し、これを検証チームが定量的、定性的に検証し、廃止等の判断を行った後、工場長に提言し、工場長が承認するという方法を取りました。検証結果はすべて公表をしております。こちらが、結果ですが、安全関連のルールは、即時廃止、発見、見直し10件程度でした。こちらに、2つの例を書かれております。まず1つ目は、危険物の受け入れの簡素化です。受け入れ手順は、従来は担当部門とそのチェックを管理部門でチェックするというダブルチェックになっておりましたが、担当部門の教育、作業の意味合い等の教育により管理レベルを上げることで、管理部門の、牽引を廃止いたしました。で、これによってそれぞれの作業の意味合いや背景の理解につながったというふうに考えております。もう一件は、下記の使用許可の紙での運用廃止です。従来は、下記使用工事ごとに紙回覧で許可申請をしておりましたが、この申請書には、押印、複数の方、担当者の押印が必要で、かなり手間がかかっておりましたが、この申請を電子化、ポータル上でできるようにしたことにより、例えば在宅勤務や出張先でも申請、承認が可能になりましたし、一覧性や管理も簡素化され、何より、かなり、時間の、許可までの時間が短縮されました。これらの、プロジェクトを行った後に、この検証アンケートを行ったんですけれども、このルールの明確化やメリハリに9割の以上の方が納得感、改善効果を、実感されております。それを確認いたしています。最後になります。ご紹介したトップダウンとボトムアップを融合した双方向の活動の推進など、今後も従来の活動に新しい取り組みを加え、PDC サイクルの進化で労災ゼロの継続を目指したいと考えています。また当社は、築年数が古い工場が多いことから、設備老朽化の課題に加えて、就業者の減少や高齢化、多様化などの課題もございます。IT ツールやスマート技術等も活用し、作業改善、働き方改革につなげ、今後も安心して働ける職場にしていきたいというふうに考えております。本日の内容が皆様の会社で少しでもご参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。